農作業でさ、欠かせないものって言ったらさ、やっぱりさ、釜でもクワでもトラクターでもなくて、まず第一にさ、長靴だよね。で、この長靴がさ、やっぱいいものあるのよ。この今持ってる長靴がすんごく良くてさ、みんな農家使ってるのよ。俺も最初ね、高いものを買おうって買って、で、使ってたら、あれすんげえ持つと思ったら、周りの農家みんなザクタスって。これザクタスって言うんだけど、みんなね、これがおすすめ。ね。このザクタス。これ本当にみんな履いてるの。で、静岡の方に、雪農業勉強しに行ってたから、行った時にね、前のザクタス、これ去年買った新しいやつなんだけども、持ってたら、あ、やっぱりザクタス履いてるんだって、みんなこれだよねってさ、言うわけよ。うん。やっぱり、これはいい。本当にいい。ね。で、前使ってたのが白いやつなんだけど、これもね、ザクタス。これ何年使ったと思う？これザクタスね。うん、ザクタス。何年使ったと思う？これ、5年か6年使ったんだよ。それでも全然破れないし、水も漏れてこないし、ただ、やっぱゴムが硬くなってきたし、ね、裏がね、すり減ってきて硬くてさ、滑るようになってきたから、買い替えたけど、まあ一応ね、サブとしては残しといてるのね、一応ね。まだ使える。5年、6年経っても使える。で、大体、新しく買ったのが、これが、まあ、4000円しないぐらいで買ったんだけども、ね。で、これ、新しいや、最新世代のちょっと大きいやつにしたんだけど、で、この、長靴買ったって言ったけども、普通の農家さんみたいに畑で歩いてるとか、それだけじゃないから、俺の使い方って。俺はね、山で山菜取って、居酒屋、親戚の居酒屋をおろしたりしてるんだけども、その山菜取る時のタケノコ、タケノコもさ、南の方の太いやつ、妄想だけだっけ？あれだったら、何も食うなく、広く歩けるんだけど、こっちの根曲がりだけはね、さ、すごい、細いんだけどもすごい入り組んでてでそれ根元で折れたのを踏んだりとかしていくんだけどもでまた斜面が多いの俺の行くところ細いタケノコだけのその中でも極太の方のを狙って奥に行くんだけどもそうすると斜面がね70度とかのところを滑り落ちたり登ったりってさ飛び降りたりとか、まあ、飛び降りるのは危ないんだけどもそういう風な荒い扱い方して、ね川の中歩いて石だらけのところとかさ歩いて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 いっぱい歩いて飛んで跳ねて滑って落ちてってさそういうことを5年やっても壊れないの本当にびっくりしたそんな使い方したらね普通の他のメーカーの長靴だったら1年で壊れるね1年もかかんないな俺の使い方だったらそれでも5、6年持つのよだからこれはいいってさでしかも高くないのよ4000円しない4000円ぐらいで買えるのさまあ1000円で買えるものもあるよ。1000円で買えるものは俺の使い方だったら、まあ1年も出ないね。半年で終わるね。まあ1シーズンで終わる。だけど、やっぱこれは持つから。いい、本当に。で、長い、でかいから、例えばちょっとした川に入っても、中に入ってこない。破れたりしないから、塗ってこない。靴の中が濡れない。濡れるのは自分の汗で濡れるだけ。ね、それだけ、すごく丈夫。本当に。ただ、硬くなってきたから、ちょっと、メインのところから下ろして、まあ、近場だは使うんだけども、ね、新しいのを買ったっていうだけで、4000円としても、ね、4年使えば1年で1000円でしょ。5年だから、まあ、ちょっと計算してほしいんだけど、5年、6年って。それで考えると、決してね、高くはないから、本当にザクタスおすすめ。ザクタス。だから、これを、長靴買うっていう人いたら、ね、ぜひ使ってほしいなって。まあ、本当にね、家庭菜園で、家1軒分ぐらいあたりの広さだったら、これは必要ないけれども、例えば、もっと大きく、例えば、1000平米、10R、ん ?1000 平米、10R だったか。まあ、いいや、ね、10R とかさ、そのくらいになってくるんだったら、ね、あと山に行ったりとか、アウトドア行ったり、釣り行ったり、ちょこっと、その深いところ行くんだったらね、胴長だっけ、この辺まで。道まで張る長靴履いたりした方がいいんだろうけどもね川に入るんだったらちょっとした川歩くんだったら山菜採りするんだったらこのザクタスすんごいおすすめなんで、ぜひ参考になればなと思ってご紹介でね案件じゃないよ全然ザクタスからお金もらってないしさ自分でお金出して買ってるからねうんちゃんと案件じゃないからちゃんと自分でお金出してこれはいいって思ったもんだからね紹介したんでもし長靴買うときあれば、ちょっと楽天でも売ってるしうちの青森市内であればワークマンでも売ってることもあるし他の、ね、ホームセンターとかでもあったりするんでただ人気だから結構すぐなくなっていくんで、まあ、ネットが一番安定して手に入るかなっていう感じの長靴おすすめ、ね、
検討してみてください。もしねアウトドア関係釣り山菜採りとかする人であれば本当使ってみてほしいなと思う長靴だったんで、紹介しました。